今回は、呪術廻戦の世界って才能が全てなのが残酷だよねに対する読者の反応を紹介していきます。ミワちゃん私の生涯をかけた一振り、簡単に掴まれてバリンはかり先輩パチンコ回すぜ、4分間無限呪力もう一回遊べるどん。なんと才能が全ての無情な世界だ。でも爆地術式ほどの倍率は得られなくても縛りでそれなりに強化はできると思うんだけどな。初期に才能8割って世界観出ちゃってるから仕方ないね。多分縛りにもなってないからなただの意気込み。保守派が測り嫌ってるの伝統ないくせに理不尽に溢れる才能もありそう保守派的には新影流の方が強くあってほしいくらい。せめてメカ丸みたいに縛りすれば戦力になるのに。日本一人で滅ぼせるやつとか一人で特級呪霊作るやつとかがいる世界だからな。ミワは花屋でもやってた方が幸せ。でもミワちゃんがパチンコ術式持ってたとしてもここまで戦えないよね。金運なさそうだもんな。ちゃんと縛りになってないだけかもしれないからまあこれが縛りとして成立してて本当にこの先刀が震えなくなったとしたらかわいそうすぎるけど。性格的にも本当に強くなれる要素あんの？強化パーツにされる方なのでは？来るか特急か呪音霊ミワかすみ。ミワちゃんを強化パーツにできそうなやつもう死んでしもうたんで。じゃあミワとメカ丸と舞で自立型呪骸作ろう提案。京都校2年3人組か東京校だとパンダが見つかくなくなったしここに巻き犬巻き追加して東京校京都校2体の呪い袋作ればいい感じかな。一心む？はかり先輩の発想もうまいなかなか難易度高い縛りだけど面白おかしくしてるからストレスがたまらない。他の連中が使うなら命削ったり乙骨みたいに大切なものを犠牲にしそう。そもそも強くなる理由もなさそう。ライム幸せになってくれ。呪術師やめて幸せなれって言っても日本地獄だし同期死ぬしで三輪的には止まる理由がなさすぎる。この作者あんまりご都合主義とか許さないからな。もちろん全くないとは言わないが。ミワちゃんの一生じゃ足りなくても他人の一生を捧げ続ければどうかな？めいめいさんよりひでえ。今のままの強さだとイタドリが不意打ちで食らったジェットおばさんで積むよね。もしかしてこれで本当に刀触れなくなってそれ関連でなんやかんやあって仙台へ死滅回遊のコロニーに行くってのに、丸腰だったアタリアの決意は縛りとして成立していそうなのが本当思う。単純に生きてた時間だけでも、賢弱はミワの10倍は生きてるわけだし縛りだとするなら二度と刀が震えないどころか人生が終わってもいいレベルにしないと効力なさそう。この程度の決意で実力差ひっくり返せるなら1000年前やりたい放題だった宿儺は殺されてなきゃおかしいですし。自分との縛りだから最悪破っても問題ないんだけどね。ミワは髪の毛の色に秘密があるような書き方ファンブックでされてたから覚醒要素はもう揃ってるんよね。覚醒なんかしなくていいからさっさと国外に逃げてくれ。マキも覚醒まではボロクソ言われてたからわからないよな。周りの人間一人ずつ消えてくごとに擦り切れてパワーアップするかも。周りから人が消えた程度でパワーアップできるなら呪術師みな最強だよ。マキとマイハ特殊事例。もしこれが縛りだとして草壁あたりがこの縛り結んで攻撃してたら当たったのかな。少なくとも刀片手でパキンはなかったと思われる。わざわざあのタイミングで出したんだから何かしら役割はあるんでしょ。でも戦闘関連ではないと思う。乙骨も巻も大事な人が死んだからパワーアップしたんじゃなくて、あくまで元々の才能ありきで覚醒の引き金が大事な人の死だっただけだからな。才能ない奴が何人なくしたところでどうにもならん。もちろんミワに何らかの才能があれば可能性はある。ファンブックで匂わせはされてたし普通に覚醒あると思う。そこでこの髪色に秘密があったんですね。この作品における覚醒って大体ろくなもんじゃないからしなくていいわ。術式は必ず生まれつきのもの、術式持ちでも呪力に目覚めないケースもある、術式なしで1級まで上がれる術師はめったにいない。この時点で才能の占める割合8割で済むかって気がする。残りの2割は呪力操作とか体術とか体を鍛えることとか、そういう努力が必要な部分なんだろう。基礎がなってなけりゃ術式が良くても弱いしな。弱くても最後まで生き残ったら勝ちだよ。ゴンさんになれない女。例えばメカ丸の敵討ちとかに執着しだしたら、なんかミミナナと同じコースに乗りそうで怖い。どれほど気持ちを込めたところで弱者にはどうにもならない世界観結構好きだよ。メカ丸のことはショックだっただろうけど、病んで覚醒するには理由として弱いと思うんだよな。火車とか高場の理不尽具合からマジで才能が全ての世界だと再認識した。36歳から呪術し始め、そして2週間足らずで1級相当だもんな。ほとんどの呪術師は10代から鍛錬を続けても準1級で頭打ちなのに、超人なんか術式が弱いから他を鍛えましたという人は圧倒的な術式で一周できる能力だし、髪に何かある得意体質っぽいけど、薪みたいな強化ケースじゃなくて、虎杖やクソーズママみたい賢弱とかに目をつけられてろくな目に合わなさそうな感じする。だって主人公ですらこの後渾身の一撃をなんということもなく止められるような漫画だぜ。呪術師の成長曲線は必ずしも緩やかではない願望。日車さん36歳って肉体のピークトップに過ぎてるんだよね。筋肉も五感も衰えが始まってるはずなのに、なんだあの強さは。日車兵俺の術式って領域展開ってのができるんだ。日車兵結界術ってこうなってるんだ。日車じゃあ呪力強化ってこうやればいいじゃん。12日間で1級レベルへ。才能でいた1級クラスの強さも特級上位にかかれば3級4級と同じように簡単に殺せるってのがこの世界の怖いところ。独学なのやばい字出た時に簡易領域習得してても不思議じゃないわ。この人の場合、弁護士になれる地頭の良さがあるからな。どう使うかに地頭は活かせても、そもそも短期間で領域覚えられるほどの才能がなかったら簡単に潰されてただろう。さ、36歳はまだまだ動けるから、動けるもん。そもそも呪霊を見ることができるかどうかが才能として足切りされる世界だもんな。賢弱のやったことは噛み合ってなかった才能が表に出るように、体と場を整えたとも言える。やはり才能は全てを解決する。呪術学んで1年そこらで反転のアウトプット、領域展開ものにして即特級認定されてるやつとかいるしな。障害かけてもそのうちのどれ一つもできないのが普通っぽいのに格差やばいわ。そう考えるとカラス操るだけのクソみたいな術式なのに鍛え上げて1級になっためいめいさんすごいよな。美和ちゃんは刀振れない代わりに、股間の刀振って強くなるんじゃね？アルティメットキャノン。鬼滅呪術チェンソーの中で実は一番才能なくても戦えるのはチェンソー世界説。実は普通か普通にそうじゃねえか？作中で流行られ役だけど民間でビハンでもそれなりに回ってるみたいだし。チェーンソーは悪魔と契約したり合体したりで強化できるからな。その代わりいくら強くても瞬殺される可能性が高い。本当にヤバい超越者たちは地獄から出てこないからな。強い悪魔と契約ができればの話だけど、一番大物食いの可能性があるからな。契約するための運と捧げる代価はまあ頑張ってくれ。拳銃が強いけどあれって銃の悪魔性だったからとかあるのかな。密造した拳銃でもあれだけできるならまあやりようはありそう。対人は強いけど対悪魔だと微妙なんじゃない？野球なんか人口多いから自然と野球の才能のある人間を拾い上げられるけど、呪術界ってむちゃくちゃ裾野が聖地から本当に呪術の才能がある人間をキャッチできてないんだろうね。名家や血統とは無関係な自然発生的に出てくる天才たちは、大半は埋もれたままなんだろうな。そもそも良い術式を持った一般人が生まれても、わざわざあんな命がけの職業を選ばないだろうし、下等も才能はあったけどメンタルがやられたし、一般人が呪術師になるのいろんな意味でハードルが高すぎる。仮に自分に類いまれなる才能があったとして呪術師なるかって言われてもならないと思う。それこそ東堂みたく精神的に完成されてて日常を退屈だと思ってるようなやつじゃないとな。その辺の話だと鬼滅がわかりやすいけど、才能お化けの縁一や岩は鬼の襲撃がなければ鬼狩りにならず、この二人みたいな才能持ちが普通に生涯を得るパターンもそれなりにあったはず。